向こうから来てくれないんだよね俺モテてないんだよね女の子リスナーからするとわかんじゃない、スタンミジャパンはガチ恋ねえなって思うんじゃない、他のなんか配信者の俺モテねえよが聞くとマジで俺ぶん殴っちゃうかもしんないなんか減らってきちゃったやってきまーす、意外とうまそうでしょ今度雷神を酔わしてね、雷神の恋バナ聞いてくるわ。なんかあいつ酔うと自分の恋バナ言い出すなってこの前思ったから、あこいつ恋バナ全然するんだなと思って、めっちゃ純愛だったらよくない、バチバチの純愛だったらよくない、すげえエピソード持ってねえかな。雷神のことを好きになる女の子ってどういう子なんだろう。いやでもそうなるね、多分もう本当にいじめられたい子だね。俺もそうだと思う。俺もそうだと思う。なんか主体性がなくてちょっとおどおどしてる。でも、待てよ。自我がない子だとしたら雷神の方が厳しくないか。女の子目線から言うと雷神の性格が合うかもしんないけど、雷神目線からすると自我がないようなおどおどしてる女の子って、イライラしちゃうんじゃないか。めっちゃちゃんとしてる港区女子みたいな感じが。もう自我しかないみたいな強い系か、うわそうかも、強い系女子かも。雷神が料理用意する側、そしてマジで聞いてこよ、マジで聞いてこよ、気になるわ。雷様は告白される側、そう雷神から告白が出て、俺の知ってる雷神だったら信じられない。ゲマゲマで言うと自分からアプローチとかするのをまあ、まず俺じゃん。俺とかもう自分からアプローチしかしないんだけど。多分、シャルル氏が自分からアプローチだと思う。それ以外は街だと思うんだよね。ジャスは100で街だろうな。ジャス、忍者、雷神は街だと思う。ほぼ確定で。ジャスはそして、そのスタイルでも困らないような状況下に置かれてるだろうしね。めっちゃモテるだろうから、ジャス。俺はもう、基本的に、全俺からアプローチかな。十中八九俺からアプローチだね。それもそれで意外？え？我？向こうから来られるの嫌なタイプ。いや、全然そんなことない。向こうから来てくれないんだよね。俺、モテてないんだよね。多分ね、勘違いしてる。君たち。俺、モテてないんだよ。だから行かないといけないの。ほんと？マジ！マジだからね。これほんとだよ。女の子目線とか女の子リスナーからするとわかんじゃない？スタンミジャパンはガチ恋ねえなって思うんじゃない？わかんないけど。普通に他人に興味ない感めっちゃ出てるよ。やめてよ。ちょっとやめて。やめてそれ。いや、まあでも俺を見つめてるのが好きかな。でもマジで筋トレとかすると幸せ感じるしね。よし、今日ボイトレ行った、今日は 0.5 点ぐらい積み重ねたからよしっていう日々を送ってるから、そういうのが出てんのかな。悩みではないけど、別にモテないかモテるかで言ったらモテた方がいいじゃん。マジでモテないから俺、バチモテないのな。ふたさんのガチ恋ですみたいな DM 本当に来ないよ。いや、みんなたくさん来てると思う。その嘘はえぐい。俺はどうやってこれを証明すればいいんだ。マジなんだよな、マジなんだ。女性の視聴者は最近結構増えてきてはいるの。見てくれてはいるんだけどね。なんかね、今見てみた感じね、あの君たちが思ってるようなその配信者のモテるような DM ってイメージあるでしょ。そういうのを送ってきてくれる子が一人今ビャーッと見て、なんか君たちが思うザっていうのが1 その1の女の子から今 DM 来たら、私みたいにスタさんの好きな女の子意外とたくさんいるのかと思ってます。昨日のサウナでクラシックかけながら横になってて少し引いたけどデートしてくれって来てるわ。引いてはいるな。どんだけ俺のこと好きでもあれだけは引いちゃった。あれで引くんだったらでも無理だよ。俺の日常だぞ。俺の最近の流行り知ってる？
リモコン持ちながらのだめカンタービレの千秋先輩が指揮者やってるところにスキップしてそれを模倣するのが俺の遊びだよ。テレビの前でずっとこうやってってるよ。じゃあ俺もう特殊技能なんだって。そこはさあさあ、なんか危ないやつとかやめた方がいいと思う。やってねえよ。だから俺の彼女にちゃんとなる人ってそういうの見ても邪魔しないと思う。またやってろあいつってなってると思うんだよね。例えば彼女ではないけどジャスはもうそんな感じだし、俺が何やってもジャスのもうほんと何も思わないし、俺がどんだけでかい声量で風呂で歌ってても何とも何も言わないし、あいつ何も言わない。それは思う。スターをかっこいいと思ってる人じゃなくて面白いと思ってる人じゃないと付き合わなそう。それはあるかもね。もしなんか俺のインスタとか見てくれて付き合おうってなったら泡吹いて行っちゃうかもしんない。昇天するかもしれない。まあモテないね。とりあえず俺は、とりあえず俺はモテない。スタさんは言ってたけどとか言わないで、お前らなんか他の配信者に振ってみてよ。それだとさ電子バザーになっちゃうからさ、なんかさらっと聞いてみてよ。元気に聞いてくれ。なんで元気さん出てくんだよ。他のなんか配信者の俺モテねえよが聞くとマジで俺ぶん殴っちゃうかもしんない。こっちはこんなに行動を起こしてアタックしねえと女の子とか振り向いてくんねえのに楽しやがってって思うね。うさんが人集めてそういう話するかやってよ。明石家さんまになるか、あーっつってブンブンって叩く係。なんでこれを話さないかっていうと、本当に話して得がないんだよ。話してる側から言うんだから間違いないんだよね。マジで得ないから言う意味がない。言ってみて思う。言うからわかる。言う意味ない。なんで俺的スタンミ的あれなんだけど、インターネットに所属してる女の子っていうのは基本的にはうぶな、本当にこの子はどうにかしてあげないといけないなっていう男の子を好む傾向にある。そういう人が多いかな。もう恋愛経験ゼロぐらいがベスト。なんかちょっと危うくて母性が湧くようなキャラクターがモテるし、嫁曰くガチ恋が多いのはだるまさんだって。うん、だるまも、だるまとかもバカ多いと思うよ。恋愛してなさそうじゃん。本当にゲーム一本で、ゲームなくなったら生きていけなそうな危うさがあるじゃん。そういうのがモテる。俺はそう思うけどな。チンコじゃなくてチンチンって感じ。そうだね。いや、俺は言いたい意味わかるよ。俺は言いたい意味わかる。それはね、わかるわかるわかる。それはね、いい表現だよ。ネットじゃないところでモテるのって、チンコなんだけど、自信があるようなね、経験豊富ですよみたいな男なんだけど、ネットは逆で、チンコじゃなくてチンチンがモテる。これは素晴らしい。素晴らしいな。これもう、わかりやすすぎるな。アンサーだろ。マジでバカすぎる、この配信は。アンサーだって。まあ、クズハはモテるわ。いう風な女性リスナー多い。そうなの？みんなモテてね。まあ、だから俺はアタックし続けるしかないってこったい。俺って配信者って全員バンドマンだと思ってるんだけど、なんか配信者の中でも俺バンドマンみたいな感じだなと思う。叶うかどうかもわかんない夢追っかけてんな、あの人みたいな。違うと思うんだよな。配信者ってみんなバンドマンじゃねえって思うんだけどね。関わりが広いからガチ恋かなわないと思ってんじゃない。だから俺関わり広くない。ネットの友達で言うともうジャスの方が圧倒的に多いし、俺マジでないからね。だってジャス、あいつえなこさんとかとなんか CR ストア行ったり、なんだっけ大会とか行ってなかった、言ってたね。写真上げてたね。一方 NG。ジャスは、そうだね。王道ルートを頑張ったって感じだからな。いろんな人とコラボしてさ。俺はそれができなかったからね。まあ俺が最近なんかできた人脈って、元風俗嬢の VTuber なんで。まあまたそっちの方をね、なんか人脈広げていけたらなって思います。このなんか、だるまくんとかと仲良くなってさ、女の子を引き入れた方が良かったのかな。
なんか減らってきちゃって。そしたらモテてたからな。俺はなんか DM たくさん来てたのかな。まあでも、まあどんなあれでもね、多分俺はこのルートを行ってたと思うんで、好きなことをするね。効果はないし、いや、病んでもないよ。全く病んでもないよ。病んでもない。全然病んでもない。なんか、いいな、配信者ってモテて。いいなぁ。いいなぁ。